はじめまして、こんにちは。兵庫県福祉部児童家庭課の駒瀬です。本日はよろしくお願いいたします。私の経歴ですが、大学を卒業後の平成16年に兵庫県警察を拝命、今年でちょうど20年になります。とりわけ生活安全部門での勤務が半分以上を占めており、その中身は少年事件の事件捜査や性犯罪捜査、児童ポルノ、痴漢、盗撮、公然わいせつなどの事件捜査に携わってきました。本日は認定こども園園長様、保育所施設等の施設長様を対象とした保育所等における不適切保育の未然防止研修ということで、警察官としての取り扱いや経験などを踏まえてお話をさせていただきますので、今後の施設運営に行かせていただければ幸いです。まず、兵庫県下の刑法犯の認知件数についてご説明させていただきますと、昨年令和5年の刑法犯認知件数は 37,267 件でした。この数字ですが、10年前の平成25年の 75,32 件と比べますと約半数になっています。しかしながら犯罪の認知件数は減りましたが、皆さんが安心して生活できる世の中になっているのでしょうか。おそらく皆さんが体感的に安心して暮らせる社会の実現には至っていないと思います。例えば、インターネットの普及によって、全世界の社会情勢、地域情勢、犯罪情勢などがいつどこでも簡単に手に入るようになり、皆様の目に留まることが多くなりました。私たち警察組織では、犯罪の発生件数は減ったけれど、県民の体感治安の改善には至っていないということで、現在社会問題となっている特殊詐欺の防止、凶悪犯罪の検挙、地域の犯罪情勢に即した情報発信などを進めております。本日は認定こども園園長様、保育施設長様、いわゆる園の責任者であり、施設管理者の皆様に講話をするにあたって、第一に皆様方の施設から被害者も加害者も出さないということを念頭にお話を始めます。施設に在籍するお子様が安全安心して生活できる環境づくり、職員に対する指導教養、現場の危機管理などについてお話しさせていただきますが、とりわけ性的虐待の未然防止というテーマに絞って重点的にお話しさせていただきます。まず皆様方にお願いしたいことですが、これからお話しする内容について、私の職場は大丈夫だろうとか、うちのスタッフはみんないい人だから犯罪を犯す人はいないとか、私とは無関係で全く関係ないという既成概念を一度捨てていただきたいと思います。甘い考えを持たないようにお願いします。一般的に警察官は悪いことをしないとか、保育士は園児にいたずらをしないという固定概念があります。しかしこれは信頼の原則で成り立っているというもので、毎年必ず何人かがこの信頼の原則を破っています。最近では東京都の私立認可保育園で、複数の女児たちにわいせつな行為を繰り返したとして、不同意性交の罪に問われた保育士、27歳、男性の事件がネットニュースで大きく報じられていました。犯罪者はその立場を利用します。警察官は犯罪を犯さないとか、保育士は園児にいたずらをしないというそれぞれの立場を逆手に利用します。その相手方、いわゆる被害者となる児童やその家族は、常に安心して気持ちを許し、何より大事な我が子を託し、預けます。しかしながら、これらの立場にある一定数の少数派に、警察官であろうと、保育士であろうと、悪いことをする人がいて、そういった人が捕まったというニュースをちょくちょく耳にします。では、
皆様の周りにいる捕まっていない人が皆正しい行動をとっているかということです。中には捕まっていないだけ、バレていないだけの人がある一定数存在するということをお知り置きいただきたいということです。誰にだって他人に言えない隠し事があるように、そこからもう一歩踏み込んで絶対に誰にも言えない隠し事を抱えている人がいるということです。私が取り扱ったすべての性犯罪事件で、今日初めてやりましたとか、ちょっと魔が差したと言って初発的に捕まった人は聞いたことがありませんし、他でも聞いたことがありません。性犯罪の類は、腹が立って他人を殴ったとか、空腹に耐えきれずにおにぎりを万引きしたという単純な動機のものとは違って根が深いと言えます。先ほどお話ししました東京都の保育士も7回逮捕、被害に遭った女児は少なくとも7人に及んでいるということです。少なくとも7人ということですが、私としては相当数のお子様が被害に遭っていると推察します。加害者は犯行を重ねていくうちに、その行動から次第に罪の意識が薄れ、エスカレートして大胆になって、周りが見えなくなった結果、ついには捕まってしまったというシナリオが常に存在します。では一回だけの人が捕まらないのかということですが、ほとんど聞いたことがないです。一度味を占めるとやめられない、自制心の制御装置が壊れてしまうと元には戻れなくなってしまうので、数を重ねて警察に捕まるという執着役までやってしまうのです。話は余談になりますが、私が警察署で勤務していた当時に犯人としたやり取りで忘れられない言葉を聞いたことがあります。その男は根っからの性犯罪者で、数度の再逮捕を繰り返され、数ヶ月に及ぶ警察署での生活を送っていました。罪の意識はこれっぽっちもありませんし、警察に捕まる気なんてさらさらありませんでしたので、警察に捕まったのは被害者が悪い、あいつが親に相談するからこうなったんだと常に相手のせいにしていました。その男とふと話していた会話の中で、捕まらない犯罪なんてないよ、どんな大泥棒だって俺みたいな変態だっていつかは捕まる、これは間違いないんだと自信満々に話をしていたことが思い出されます。当時本人から直接その言葉を聞いた私は、なるほどそうか、悪いことはできないなと思った反面、じゃあなんでお前はやるんだよと男に強い憤りを感じたのですが、そこは分かっていてもやめられないという裏返しなんだと理解しました。これはひとえに人間が持つ癖、性癖に由来するものです。当たり前のことですが、お腹が空いたらご飯を食べる、トイレに行きたくなったら用を足す、眠くなったら寝る、法を犯す人はそれと同じような感覚で児童にいたずらします。保育園で勤務されている皆様は当然園児の世話をするために職場に行きます。しかしながら、まれにそのスタッフの中に園児の世話をするためではなく、園児を食い物にする保育士の姿形をした人が混じっているということです。恐ろしい話ですが、ただで園児の裸を見たり、触れ合ったり、じゃれ合ったりできる環境は、こういった性癖を持つ人間にとっては、この上ありません。また、その状況を隠して撮影したり、はたまた、公に撮影することが可能ですから、何の苦労もなく、これらの性的欲求を満たすことができるのです。今回逮捕された東京都の保育士は、プラレールの部品のありかを尋ねるふりをして幼児を呼び出したとか、押し入れに連れ込み、バンダナで目隠しをして撮影もしたとのことでした。
まさに自己の立場を悪用し、信じ込ませた上で性犯罪を刊行したということになります。悪意のある人間から言わせると、何の疑いもかけられずに児童に近づき、どこにも売っていない、いくらお金を積んでも手に入らないという児童ポルノの被写体が手に入るという理屈になります。こんなスタッフが皆さんの園にいたなると思うとゾッとしませんか？一人の身勝手な行動が園全体の運営を崩壊させてしまうのですが、当の本人はそんなことは一切考えていないです。皆さんはグルーミングという言葉を知っておられるでしょうか？グルーミングというのは性的な接触を図る目的で、大人が子供を手なずけることを指します。年少児童に対する性犯罪者は必ずグルーミングの手口を使います。それは子供にいきなり手を出すのではなく、子供を手なずけて愛着を引き出し、特別な信頼関係を構築してから性犯罪、性的虐待に及びます。被害者は女児に限らず男児にも同様の危険があります。グルーミングには主に3つのパターンがあると言われます。1、普段から子供に接している人物が子供の距離を縮めていくパターン。2、見知らぬ人が公園などで声かけから接近するパターン。3、SNS などインターネットを介して近づくパターン。保育士の皆さんは当然1に該当するわけですが、1は加害者となる人物が子ども自身や周囲の大人からすでにある程度の信頼を得ていることが多く、普段から自分以外の大人がいない状況で子どもと接する機会があったりするため、グルーミングが発生しやすく、周囲がそれに気づきにくく、被害が発生しても子供が保護者などに打ち明けづらいという特徴があります。加害者はグルーミングしやすい機会、立場を手に入れます。グルーミングの加害者は周囲の大人から信頼できる人物とみなされるよう振る舞い、自分が子供と二人きりになっても不審に思われない状況を作り出し、実際に二人きりになる機会を増やそうとします。グルーミングしやすい子供を選ぶ。加害者は善良な大人として複数の子供と接しながら、社会的に容認される範囲の会話やスキンシップを通して、手なずけやすそうな子供とそうでない子供を選り分けます。加害者は親密な関係を構築するため、被害者となる子どもに対して非常に親切な態度をとります。子どもの他愛ない話にも共感を示し、悩み事を親身な態度で聞き、相手を全面的に承認肯定し、子どもに安心感や特別感を抱かせ、自らを特別な信頼できる大人と思わせて、個人的なつながりを深めていきます。子供を自分に依存させる。加害者である大人が子供にとって特別な存在になると、その大人にもっと評価されたい、もっと可愛がられたい、嫌われたくない、怒られたくないといった気持ちが子供の中に生じます。そのような気持ちにとらわれた結果、加害者に依存してしまい、加害者が同行した行為に出ても受け入れてしまったり、そもそも被害感情を抱かなかったりするケースが少なくありません。皆さんの職場にはこういったスタッフがいないでしょうか？露骨にここまで偏ったケースはなくても、あれ？とか、ん？とか、ちょっとおかしいよね？と思うことがありましたら、もしかしたらそれはグルーミングのサインかもしれません。仮にそれを匂わせるスタッフがいたとしても、
園の普段の通常業務として、日々の何気ない一コマとして紛れていたり溶け込んでいる。それでよかったり、一方ではそれが評価されているかもしれません。では、こういった犯罪者を作られないためにはどうするかということです。根本は、その人そのものに原因や問題があるのですが、かといって野放しにするわけにはいきません。これからお話しする内容に絶対はありませんが、一般的に性犯罪を犯す人は、外からの評価や評判がいい人が多いです。先ほどお話ししたグルーミングの理屈と合致するところですが、例えば暴力事件を犯した人について、周囲の人からその評判を聞くと、大抵の人から、ああ、普段から素行が悪かったからね、とか、怒りっぽい性格だから、いつか他人を傷つけるじゃないかと思っていたんだ、などというコメントが返ってきます。他人のものを盗む人について、周囲からその評判を聞くと、あの人、仕事もせずにお金に困ってたから、とか、食べ盛りの子供がたくさんいて大変そうだった、などと言って、何らかのヒントをくれる場合がよくあります。しかし、性犯罪を犯した人の評判について、周囲の反応を聞いても、嘘でしょ、まさかそんなことをする人には見えない、真面目、家族思い、小煩悩、仕事熱心、などというプラスの意見しか返ってこないことがほとんどです。皆さんの職場をイメージしてください。職場のスタッフの中に、性犯罪を犯しそうな人がいますか?と言われると、必ず、NO! という言葉が返ってくるはずですし、そうでなければ要注意です。今回の事件を起こした男性保育士についても世間の評価が掲載されており、その中身は、休日になるとよく家族揃って犬の散歩をしたりして、家族仲はすごく良かったと思うよ、とか、挨拶すると、こんにちは、と笑顔で返してくれる人だったので、まさかそんな事件を起こす人には見えなかったからびっくりです、とのコメントが返ってきています。周囲の評判は決して間違っていません。見たままの素直な感想なので、この人は本当にいい人だったんでしょう。ただ、変態だったということに尽きるのですが、保育所の敷地内には絶対に入れてはいけない人なのです。やはり自分の性癖というのは誰にも知られたくない、隠したい、恥ずかしいという性質を持っているため、なかなか外には出てこないです。事件を犯して初めて、あの人そうだったんだと思うことがほとんどです。では具体的に自分の職場から被害者も加害者も出さない方法について検討していきたいと思います。一番には偏った性癖を持つ人を園のスタッフとして迎えないことにありますが、これまでお話ししました通り、性癖は滅多として外には出てきませんし、分かっていたら当然採用もしません。となれば、職場環境が予防に欠かせないと思っています。例えば、最近新設された保育園だったり、子供がたくさん通っている保育園は、事故防止のための施設の設備、防犯カメラなどが整っていて、スタッフもたくさんいる。園児の周りには常にたくさんの大人の見守りがあって、いつも注意が行き届いている。また、園長先生を中心にスタッフへの気配りや声かけも行き届いていて、仕事の内容がマニュアル化されている場合は、こういった犯罪は起きにくいのではないでしょうか。園には事故防止の観点から防犯カメラが設置されています。園児を取り扱う上でのマニュアルが整備されていて、スタッフは常に複数人で業務に当たっています。
単に自己防止の観点からは当たり前のことであり、何かあった場合に対処するための防犯カメラやマニュアルが時に性犯罪の予防にもつながります。もしそこに悪意のある人間がいたとすれば、行動を起こすことに躊躇するはずです。犯罪を犯す人に置かれた立場や環境は関係ないという方がいらっしゃるかもしれません。しかし誰だって警察には捕まりたくはないものです。リスクを犯してまで犯罪を犯す理由がどこにあるでしょうか。少なくともそういう人は別の場所での犯罪を犯す計画をするでしょう。ところが子どもの数は少ない、施設は老朽化して設備にかけるお金もない、スタッフも少なく常にスタッフ数人で対応に追われている、園長はスタッフに任せきりで声かけや気配りもない状態となればどうでしょうか。悪意のあるスタッフがそこにいれば、いとも簡単に犯行を敢行することが予想できると思います。話は変わりますが、例えば万引き犯を取り調べた際に犯人から、ここの店はいつ来てもやる気のないアルバイト店員が一人いて、スマホいじりばかりしていたので資格も多いし客もいないから、ここなら万引きしても捕まらないと思った、だからこの店で万引きしたんだと供述しました。よくよく話を聞いてみると、実は最初に別のお店に行ったら、今日はやる気のある店長が店頭にいて大きな声を出してセールをやっていたので、スタッフやお客さんが多かったからここでは捕まると思ってやめたという話とイコールになります。ですから皆様方におかれましては、今一度考えていただきたいのは、少なくとも私の園からは被害者も加害者も出さないという強い思いを持っていただきたく、そのためにはいくら施設が老朽化して設備がなくても、スタッフの数が少なくても、普段からの声かけくらいはできるはずです。今日は暑いね、寒いね、顔色いいね、悪いね、何かあったの？それだけで結構です。その声かけ一つが毎日毎日の業務の中で浸透していけば、スタッフの心の持ちよう、自分は頼りにされているんだ、いつも見られているんだという気概が随分と変わってきて、職場環境が浄化されるのではないかと思います。それは園長先生が一人で頑張る必要はありません。周りのスタッフがスタッフ同士を気遣う現場を作り上げてください。何か困っているとき、何か忙しそうなとき、はたまた時間に余裕があるときは、お互いが声かけしやすい環境を作ってあげることです。どうしたの？忙しそうだね。手伝おうか？とか、ごめん、ちょっとこれ手伝ってもらえるかな？と、相互に声かけできる環境を作ってあげてほしいと思います。続いて、実際に刑事事件として立件されることになった場合の警察対応についてお話しします。皆様方の縁から残念なことに不適切保育の結果、性的虐待の被害が出たとします。夕方、園児の保護者を通じて保育士が性的いたずらをしたという情報が入ります。電話を受けたところがスタートラインです。さあどうしよう、どうしようと、きっとあたふたされることと思います。どこに連絡しましょうか。明日からの園の運営はどうしましょうか。加害者、被害者、保護者の対応はどうしましょうか。事実かどうかの判断もつきません。相談する相手はいるでしょうか。しかし、ここで一つ言えることは、責任者は皆様
であるということです。ここで何より一番大切なことは、被害者やその保護者の対応をしっかりと取っていただきたいということです。子供の言うことだから嘘かもしれないとか、他に誰も見てないからわからないとか、うちのスタッフがそんなことをするはずがないという言葉は絶対に言ってはいけません。なぜなら、今その時点で真実を知っているのは当事者だけだからです。ここで大切なのは、しかるべき措置をできるだけ早くに取ることです。それは、子供が怪我をしているなら病院受診させること、子供が被害を受けたというのなら警察に通報すること、子供のメンタルが弱っているというなら心理的カウンセラーを依頼するなど、被害者保護に努めていただきたいと思います。また、その対応方法についてはしっかりと保護者と話をして、被害者家族の要望に沿えるよう話を聞いてから進めてください。いろんなことが一気に押し寄せてくるので、何からやればいいのかわからなくなります。その上で、加害者の対応はどうするんだ、明日から出勤させるのかということですが、この加害者対応も園長先生の腕の見せ所になります。当然、被害者が明日からの登園を希望するのであれば、加害者を出勤させるわけにはいきません。被害者が登園を拒否している場合はどうかというところですが、2次、3次被害が出る恐れがありますから、出勤させることには消極的に判断されます。加害者を出勤させないためには、その理由付けが必要です。そこをどう説明するか、納得させて思いとどまらせることができるかとなります。そうこうしていると警察からの連絡があると思います。現場を見たい、防犯カメラが見たい、当時の状況について知っている人から話を聞かせてほしい、必要な証拠資料を提出してほしい、警察署に来てほしい、などなど、本来業務とは別にプラスアルファの仕事が山ほど飛び込んできます。当然、警察官の来訪を開園時間にすることには躊躇されると思いますので、閉園後の対応、それも大変な労力を伴うことになりますが、事件が発生した以上、その事実を隠蔽することは被害者をはじめ世間が許してくれません。皆様の中には、警察対応は 2,3 日で終わるだろうと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、一度事件が発生すると終結するまでの数ヶ月を要することをお伝えします。先に紹介しました東京都の事件は、発生が今年1月にもかかわらず、半年後の6月6日に初公判を迎えたとのことで、未だ決心していません。ですから、一度発生させてしまうと長期にわたっての対応を余儀なくされることになるのです。事件を起こした加害スタッフはどうでしょうか。うまく説明をして自ら出勤を控えてくれる方なら、それで一安心ですが、例えば、なぜ休まないといけないんだ、俺は何もやっていない、不謹慎だ、事実無根だ、休む理由がわからない、誰が俺の生活を保障してくれるんだ、ということで戦う姿勢で来られた場合にどうするかです。実際のところ、事実がなかったのにいきなり休めと言われれば、確かに誰でも怒ります。周囲からの見られ方や今後の生活などがあります。実際に言われのないことを言われることほど辛いことはありません。そうなった場合、いつ警察が逮捕してくれるんだろう、いつになったら警察が白黒つけてくれるのかと、警察対応が
気になるでしょうが、思いとは裏腹に警察は待ってもすぐには来ません。警察は事実の有無や被疑者を逮捕するための証拠資料集めに走るのです。逮捕状を取るまでにかなりの時間を要しますし、必ずしも逮捕できる保証はありません。というのも、冒頭で申し上げましたように、保育園の特質上、おそらく事件が発生したとしても、誰も見ていない、防犯カメラの映像もない、関係者も否認している、頼りになるのは児童の証言だけになるケースが多いからです。その児童といっても、小さなお子様なので、事件のことをいつ、どこで、誰にどのようにされたのか、という説明を順を追って話すことは不可能です。そのため、警察の捜査もより慎重にならざるを得ないため、捜査が終結するまでの間を耐え忍ばないといけません。時には、その情報が燃え伝わって、他の保護者や全くの第三者、はたまた報道関係の記者から急な電話や来訪があるかもしれません。別の保護者からは、私の子供も被害に遭ったと言っているとか、私の子供も被害に遭ったかもしれないとか、他にも悪いことをやっているんじゃないかなどと言って、2本目、3本目の矢が飛んでくることも考えられます。そういった状況になり得るということも想定していただきたいのです。では、被疑者が逮捕された場合の対応はどうでしょうか。被疑者の逮捕によって、さらなる被害が出ることはなくなりました。しかし、被疑者の逮捕によって、その事件が広報される場合があります。広報による世間の反応、事件の特性にもよりますが、周りの関心度によって縁が特定されるかもしれません。マスコミはどこからともなくやってくることが予想されます。それによって何も知らされなかった他の保護者からの問い合わせもあるでしょう。記者発表は、保護者説明会は、と刻々と責められる状況が増えてきます。やはり責任者は皆さんです。その時が来てからじっくりと考えている暇はないのです。ですから、少なくとも自分の縁からは、被害者も加害者も出さないよう、日頃から危機管理意識を持って取り組んでいくことが大切だと思います。今お話しさせていただきました通り、一度自分たちの縁から事件が発生した際の対応は、時間的にも精神的にも体力的にもその苦労は経験してみないとわからない未知数のものです。私が話した内容を聞いて、その時が来ればと思う方もいれば、私のところは絶対にないと思われる方、はたまた今のお話を聞いて、やばい、もしかしたら、あの人ひょっとしてといろいろなご意見をお持ちになられたかと思います。また、同じ職場で働くスタッフのことを疑った目で見ることなんてできないと思われる方もいらしただろうと思います。私は園で勤務する際に犯人探しをしてくださいとお願いしているのではありません。皆様の園から被害者も加害者も出さない、あなた自身も余計な苦労をしない、そうならないようお願いしたいのです。もし自分のところで発生した際の対応は、今お話しいたしましたように、想像を絶するに値します。できることなら、こういったことがないよう、対岸の火事として、平素の園運営の危機管理能力を高めていくことが何より大切なことではないかと思うからです。ここで一通りお話を終わろうと思うのですが、そんな時もネットニュースに、保育園で男の子がのけぞるほど
髪を引っ張る暴行容疑で保育士の女26歳逮捕。イライラして虐待は防犯カメラにもなどとの見出しが出ておりました。これもまたたまたま東京の事案です。この事件の発生は5月9日、逮捕は6月25日です。警察が逮捕しに来るまでおよそ45日間、保育士の女はどうしていたのでしょうか。保育士の名前がネットに掲載されておりますし、現場となった保育園も特定されて晒されています。さらに本年6月上旬、鹿児島では21歳の保育士の女が園に通う女児に家具を打ちつけ怪我をさせたり、別の日には2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけた事件で逮捕されており、保育現場を取り巻く状況は非常に厳しいものとなっております。加害者は男性だけでなく女性もいます。一度インターネット上に掲載された文字や画像は削除できませんし、これをデジタルタトゥーといって削除することは非常に困難です。加害者本人がこの先の人生一番辛いわけですが、保育園についても何らかの影響を受けることが予想されます。皆様ご存知かと思いますが、今年6月、日本版 DBS 法案が成立しております。日本版 DBS は、子どもと関わる職種に対して性犯罪歴の照会を義務化しており、新規採用者だけでなく現職も対象となります。また子どもへの性暴力行為を行った保育士について資格管理が厳格化されています。保育士の資格取り消しや再登録に制限が設けられました。また、刑事事件にならなくても、子どもへのわいせつ行為を行ったと認められる保育士について、都道府県の保育士登録が必ず取り消されることが決まっています。このように、保育現場から性犯罪加害者を排除しようという機運が非常に高まっていることが伺えます。どうぞ皆様、これを機会に、今一度、ご自身の縁について、いつもと違った見方で思いを寄せてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。